ごちそうさまです。ごちそうさまです。いや、なんか、あの、最後、めっちゃミステリー要素をつかむ、うん、強なった気したんですけど。ああ、そうですね。ちょっとニュースが流れてきましたもんね、はいはい。そうですね。これ、うん、僕は、あの、考えざるを得なくなりましたけどね。最後の、その、立花葵の、うん、えっと、うん、が出て、が、 その遺体かもしらんってなったときに、ちょっと考え、結局考えざるを得ないかな、これっていう風に。ちょっと、まあ、そうやね、ちょっとライオンの方に、なんかこう、はい。うん ライオンの家の家家方には小森家にはは小森集中しきれれないかこれは集中しちょっとしきれないね。<ー>ライオンの誕生日会の話したいよとも思ったけどね。来週のあすの次回のん。こんな誕生日かねっていう。あそうよ。わくわくするね。<laughs> 道ととの関係性結構出来上がってきてるからね。前ね、ここは結構ね、はい、実はライオンが来たことで。うんいい 道とは変わりつつあるというねそうですねライオンも道と対策みたいなところも分かってきてるからだんだん絆が深まってきてるっていうところでねおもうこっちでほっこりしようぜっていうねところで勘弁してよそこはでもそんなに面白くないんすよねもともとで言うとそんなことないですよ面白いですよ面白いけどさ面白いっすよおのでら腹痛のおのでらがハッピーな面白いっすよ はい、トイレのあのシーンめっちゃ面白いっすよ「腹痛の小野寺」<laughs> 上から投げるんやっていういてい、ね、お前にとっての面白いって何 <laughs> 俺にとっての面白いって普の小野寺が面白いとなってくるとあのいや俺にとっての面白いって何なんやろうなんなんやろうなちょっとねちょっと言葉にしづらいわそこはまあでも通ののの「腹痛の小野寺」のあのハプニングのところも良かったしそんなそんな体勢で鋭角のね自由にその瞬間っていうのもなんか思ったし道、うん、とに対してねあ,いろいろあるもんね そうですよそれこそ払いたくなりそうやけどねそ,いい <laughs> そうですか、まあまあ、た食べたらね、うん、あ,あの体勢であの体勢で食べたら払いたくなる <laughs> そうか、ね、まあでもうまいもんですよ絵に関してはねやっぱ絵、ね、はめちゃくちゃうまいし、うん、めちゃかわいい絵やし、まあ、そうですねちょっとねあの船木が嫌なやつですけどね船木、うん、<の>ですかうん船木がやっぱりあのやっぱマウあのハウリングさすのはちょっと嫌なとこです、ね、<いや> <laughs> あれわざとなんですか <laughs> わざとやったらめちゃくちゃ嫌なやつですよ <laughs> わざとじゃないならもうちょっとわざと言ってくれよそれはもうちょっと,と,っとそうか,そうかいやあれわざとやったらそうか小野寺の、うん、小野寺の腹痛も舟来ちゃうんかってなってくるよそれ <laughs> あれわざとやってるやるようなやつやったらどんだけうまくいってほしくないあの回 <laughs> <laughs> 黒幕やからじゃ実は舟木も絵がうまくて <laughs> はいはい 嫉妬妬みがあってみたいなことを何その裏せっていらない細かいでハウリングさしてで2日前の弁当渡して誰もやる人がいないのでちょっとここは僕はやるはずじゃないんですけどまあちょっとダメ元でやるだけやってみましょうっつってうまいっていうのが一番いいもんねそれなはい急にやらされたのにうまいやつ。 これが船木プラン。ダメでしたね、ちょっと道とが来たから。でもハウリングにも負けずでね、結局。そうやね、頑張ったからね、ライオンのあの、やっぱり操作の起点が効いた。はい、そう、あの装着の遅いですよ、ゴーグル装着があったから、なんかそれでライオンが分かってきてる感じがいいですよね、このライオンと道との感じがね。あれをやっぱ隠しとかないといけないね、船木からすると。まず最初にやるべきことは。 だから次はそうな感じじゃない。だからハウリング起きやすいマイクをしてて、あれ隠しとくっていう。ゴーグルも隠して。ああ、そうですね。で、ライオンガードして、ディフェンスして、できるだけね。つライオンがいっても、何にもなれへんやろうけど、まあそうね。まあ一応やるべきこと全部やっとこうぜって話だもそうそうそう。ベスト尽くした方がいいですから、それは。自分のプランを、こう、うん、やるために。かね。はい。というところ嫌なやつおるな。 ああまでもそのミステリーにはつきもんですからいやそうですね確かに立花はそう感じでもついにの場所にいるからねそれは怪しいと言われますけどはい立花と誰と立花立花翔吾です翔吾とああ橘吾とねあなるほどね確かにまあ立花翔吾だからそうやななんか嫌なやつっぽいもんねそうですね立花翔吾はちょっとでもそうは嫌なやつっぽいけどそのまま嫌なやつ よね。そのまああのライオンのあざがあってさ母と逃げてさで夫が立花祥子で嫌なやつっぽかったけどそのまま嫌なやつっぽいっすよ本当にこれで立花祥子いいやつ説はちょっと唱えようがないもんなこうなってるそうやなほんまにこう探してるだけなんですつってそうやないやほんまに探してるだけなんですがもう絶対ないやろうなとは思うまないよねそうなんですかね お店に行ってること自体では何とも言えないですけど、それは。はい。はい。うん、そうですか、ここかね、なんかでも。行くかねみたいなね、こと言ってたよね。ああまあでも思うでしょ、行くかねって感じはしますけどね。しますけど、でもその、なんか、うん、要はあれって結局、普段の自分の行動の中にあるであれば、それを言うのは意味わかるんですけど。うん。うん、あなたちなみに、ああいう店行きます、うん、僕行かないっすね。で、私も行かないっすよ。はい、で おそらくコモリも行かないと思うんですよ、ね。行かない、はいはい、ね。うん、行かないす,す、ね、じゃあ、じゃあ誰にも分からなくないああいう時に行くかと。<laughs> 普段行ってるやつのう,う,、ね、うんが、はい、決めることやっそれはっていうか。ああ、まあ、そうやいうこういう時は行く。 こそ行くんですよっていうことかもしれないじゃないですかまあ俺らやったらあれやもんねこもりも含めてだって店入ったやつ全員に言えるもんねこんな時にこんな店ってぜ、うん、全部に言えちゃう,そうや、ね、から結局めっちゃいいことあった日もい選択肢ないからさ じゃあ結局いつでも言えるやんってなるじゃん。あいやまあまあそうやけど、うん、そうやけどよ。うん、<laughs> そうやけど奥さんと子供失踪中によってことでしょ。うん、いやそうわかるけどさわかるけど<ー>そういう時こそい心が傷ついてる時こそっていう。 ことなななのかかかもしれないいららわですよこればっかりすごいホステスさんおる可能性あるもんな。いや、そうなんですよ、ね、結局ねそういう時の心の傷忘れさせてくれる、ね、酒に逃げたくなるみたいなこともあるのかもしれないじゃん。そんはいはいはい。その時はね。現実から逃げたくなるみたいなね。うん,うん。知らんけどね。だいぶ肩持つな、お前、立花正午の肩 <laughs> 持ってないって言ったから。 判断できないね。判断できないね。まあまあ判断でも、ちょっと表情とかでできる部分あるけどな。まあやっぱそこで判断していくよね。人間だもの。そこまあそうか。確かにね。あんまり悲しい表情はしてなかったもんな。そうです。悲しい表情してない。まあまあ割と楽しんでる感じの表情。平社員やのにもろてるな。なんやあれ経費かでも。どうなってんの立花建設ですから。はいはいはい。立花建設のと立花昭和ですから。 いやまあ、それはそうなんですけどでも平社員っていうことですからあ<ー>まあでもなんなん平社員でもえっ、ー、とまあ給料はその立花だからやっぱいいの立花性の人はまあだからあれじゃないですか給料で払ってるわけじゃないでしょうあれは立花カードでしょ立花カードかい,いな立花カードでうん、うん、そうか経費みたいなことになってるんかそうじゃ,じゃ経費じゃないですかあんなそのなんか一人で来てんのあれ一 <laughs> 人じゃなくて一 <laughs> 人で来てた一 <laughs> 人で来てた一人で二、うん、人,人つけてたよ <laughs> いやでも入ってきた時はなんかおじさんもいなかったあおじさんもいたかああそうかそうかさすがにそうかだからなんか立花祥吾だけ映ってたように見えたあそうだねその時は確かに席に座った時はねうん、うん、はいはいはいやったけどおじさんも来てんのかなと思ってたよ、うん、ああなるほどねおじさんと一緒に来てるから、うん、そうか、うん、接待費かようそうやったらか大事なキー,キーおじさんなんかなと思って、うん じゃあ、それこそ、ヒロトは、なんか、つける好きなやん、こんな時にって言っちゃだめやんか。そうね仕事してるだけかもしらんわけやか。うん。そうねん。ちょっと、お手洗いに、つってトイレで泣いてるかもしれんもんね。うん、そうやねそうかもしらんわけやんか。そうよ。しかも、兄さんやからな、ヒロトはっていう話。え、どういうことですかそのいに兄さんその前に、姉の旦那ですから、兄さん兄さんを。 疑うなよそんな目で見るなよって話でもあるやんか <laughs> そうですか <laughs>、うん、まあねそうねえっとカツオとマスオさんの関係ってことやねんなヒロトとショウゴはそう考えるとカツオあそうだねそうだね,そうねカツオとマスオさんの関係やろ、うんうん、仲良くやれよって感じするなじゃあもうちょっと <laughs> そうよ本当に、はい、<laughs> そう考えたら、うん、見習いはねサザエさんママかまあこ、まあまあ、こはね一緒に住んでるからっていうのはあやるやろはいはいはい まあまあそれでもですよ、うん、一緒に住んでなくてもある程度仲は良さそうですからそうですねやっぱりこう兄さんとなった時にねはい、はい、あんなこう兄さんに対してのこう接触のし方はよくないよね、うんはいはい、確かにねそう考えたらそうやな、うん、兄さんに対してって考えたらがぜん疲労とか悪くなってくるなそうですよだってニュースで立花、はい、葵って報道はされてるわけでしょはいはいそうですね、うん、であれば、うん、あれしてないのかなどうなんだろうでしてるんであればさ してたもんニュースではしてます。してるよね。してるんであればじゃあそれ僕の姉だと思いますって言ってきてさ、うんうん。多分兄さんだと思うんです。僕多分義理の弟ですっていうのはいいじゃんね。で一緒にそうやね飲みに行くっていうのがねいいじゃんね。そうやね家族家族なんだからな。あれがな。そうよ。ね。うん。 それでライオンのことだけ隠しときゃいいんでしょそうやね。DV してたらあかんから。そうね。うんうねでまあ、いなくなった姉さんのことなんか一旦忘れてね。うん、それは兄弟で仲良くやるべきよね。それはね。いやまあそれはいや忘れられへんけどさ。そうですか。<laughs> 一旦忘れてさ。いっ一旦忘れられへんや。もう兄さん弟よって感じですよ。あるんですかね、はいうん。って気はしましたけどね。うん、いやー。<laughs> まあね、そうか。まあ確かにね、兄弟の関係やとは確かにあんまり思ってなかったな。よくよく考えたらそうやな。だって席入れてるもんね、うん、葵がね。うん、っていうところやから。そうやけど。うねうん、まあでもだいぶ悪そうな。うね、いや、立花都市建設だっほんまめっちゃ悪いんじゃないのっていう感じしてきたな。うん、でもなんか、あのー、まあそのリニアに関わってて、地上げみたいなことも含めてね。うんうん、めちゃくちゃ悪いやん。そ悪そうやんっていう。 ずっと悪そうではあんんねけどずっと悪そうでもっと悪そうやんっていう感じだん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 なってきたなその感じは入ってるから逆にこう前回言ったけど後輩の牧村がもしかしたら悪いんじゃないかっていう話をちょっとしたと思うんですけどもしかしたら悪い人なんじゃないか悪い人なんじゃないかはいはい X と最初からつながってたんじゃないかみたいなちょっと何か 隠してるんじゃないかと思ったけど。はいはい。はいはいってことですよね。そう、不穏な感じで見る限りは。なんか、いいやつっぽいな。そうなってくると。いや、めちゃめちゃいいやつっぽいですよね。前回。前回からそうか、X の事情を。理解して、さらに協力してくれてそうとかね。っていう感じがしますよね。協力して、まあ、まあ、まあ、というか、協力エに協力しては間違いないっていうことですよね。 そうやなでも「偽名使うにせよ」「X」にするかね?「X」はそやな「偽名使うにせよ」やな確かに「X」別に「X」じゃなくてもいいのにねそうねまあ名字だけの偽名とかがねまあリアルな感じがそっちの方がいいのにねんかこうすぐこうメッセージとかで「X」ってピョンって出てくるからなんかちょっと怪しいもんねあれね うん、怪しいなんかもう返しちゃいけないやつかなっていう感じがするもんねん、うん、そうですねまあまあそこはまあちょっとうん X もやっぱやる気で仕事やりたいからさ仕事かどうかわかんないけどあ<ー>まあやる気でやりたいからやっぱちょっとそこは雰囲気大事なんやろうけどなモチベーションとしてはああそうか俺は X ってそうそう思うことでなんかこうあんだけスマホ持っててもなんか大丈夫って感じになるというか心,心配するなって絶対うまくいく 俺は X って。そうそう大丈夫うまくいくって感じで仕事に取り組めるのはでかいと思いますよ。ああまあそうかまあそこであんまりこう自分が自信ない時とかにそこがキーになると思ったことなかったな。ああそうか。と名乗っていればもうちょっと楽な人生を歩めたかもしれないよ。そうよいやあなたもね仕事でねもしかしたらそういうこともあったかもしれない。つまずいた日。ははいい X ととっっていいれればううことあったかもしんそうですねいやちょっと厳しいでしょ。だから筆山とかやったら、うん、えってなんか嫌じゃないちょっと、偽名で。ああ、まあ、まあ、解決、何にも解決しないよね、そいつは。ずっと失敗するよね、うん、筆山。ちょっとね、うん、俺は筆山って言って、なんかこう、いっぱいスマホ持ってんのも嫌やしさ。あいい <laughs> 何かわからんけど、諦めるべきやな。 やっぱだから重要なんじゃないですかね、X と言ってるっていうこと自体が非常にちっちゃな悩みだとしてもね、筆山にはそれは乗り越えれないよっていう。そう。やったら。やっぱそう思うことをすから X やったらなんかいけそうな気もする。そうそうそう。それ大事やと思いますよ。バッドエンドっぽいけどね、X って言っても。 <laughs> X の終わり方 <laughs> でも X はまああの、まあ、ポジション的にあの姉ちゃんの味方っぽいし牧村も協力してるってほどの X ですからまあ確かにね、うん、ああのいい人間やからうまあ、くいくでしょうよこの X のやりたいことはおそらくそうか EX か EX やと思うねんけどな、うん、EX やと思いたいよねこれはまあそうやねうん確かにねうん、うん そうねまあ、X が何者かっていうえっ、ー、とー X がさ何者かのパターンで言うとさまあその仕事でなんかこう。 あんまイメージつかんけどこんな仕事って。仕事でなん,なんでもやみたいなことで、えっ、ー、と、青いから依頼を受けてるっていうパターンとか、ね、携帯の台数が多いからね。そうですねれは普通の仕事ではなさそうやもんな。そうそうっていう、なんかまあ、そんなイメージも湧くし、あうん、なんかもう一、なんかこう、青いと目的が一致してて、えっ、ー、と、うん、なんか事情を抱えてる X っていうパターンもあるよなと思ってて。どっちかなっていう。<laughs> まあ事情は抱えてる X であるやろうな。いや、やえっと。 だから仕事の場合事情を抱えてない X でいけるじゃないですか。えっ、ー、いける ?X で。X です、ね、事情ないんだよ。名前何て言うんだって。X, ですって X の事情はあるよ、それは。<laughs> <laughs> X の事情。<laughs> X の事情じゃなくだから葵がおそらくすごい何かを抱えてるじゃないですか石畑建設との間にっていうところの事情が一緒のパターンとそうじゃないパターンっていうことがあるかなとまあ仕事として依頼を受けて仕事として X になった事情は絶対あるよあるけどでも別にドラマではそんなやつのことチートキャラとしてやられるだけやからあんま描かれないじゃないですか。X が何を抱えてるから一旦置いといてってことね。 あそうそうなあそうそうそうそなそうそうそ、ん、う今回のことで葵と共通する目的があってえっと結託して何か今やってるのかっていうことも考えられるよなとは思ってるんですけどね、うん、そうですねまあ葵がね X の役割をできない事情があるかもしれないしね、うん、そうね葵が、うん、あ何してんねんこの人今ね本当に <laughs> いないのはいいとしてい,いないのはいいとして何してんねんこの人今 <laughs> そうやな見つからないようにしてるっつってもなんか、うん、なんかね、うんうん、携帯ぐらいはスマホぐらい X としてスマホを操作するぐらいはやれそうやもんなそうそうそう,そうやな、うんな監視ができないっていう痛さはあるんやろうけどなあまあそうやね外に出れないとかっていうと、うん、車の方とかねああ X は監視し放題、うん、仕事にこだわりあんのかなだからその X 最初監視車でその現実のリアルの監視だけあのお願いしたけど、うん うん、いや、ちょっと俺のやり方にし口出さないでくれっていう X があの、んだろうな、こだわりみたいな仕事への。はいはいはい。うん、で、当う<で>になったと。うん、そうそうそうとかあの、スマホもたくさん契約させていただくっていうね。<laughs> <laughs> いや、あのい、その一件の依頼ですごい仕事への無駄な情熱 <laughs>。<laughs> 一件で15台。やば。契約することで決めていると。 コスパもタイパも悪そうですね、非常にそうやな。そうか、まあまあ、なんか、せな、無能の高みたいな人やな、それ。<laughs> <laughs> すごい、なんかパリッとした仕事のできそうな感じなのに、全然できひんという。確かに、かに裏,<う>裏の世界で暗躍しそうに見えて。<laughs> <laughs> だこだわりだけ、そうね、うん、こだわりだけが強い人みたいなことになるのかという。うん 確かに、格好から入る感じね。格好から入る感じ。X ね。まあまあ、X がっていう。まあ、確かに、ありえるかもしれんね。何の話してもらってたっけ今、何がありえるんでした。いや、だから。こだわりを持って、携帯いっぱい契約てる。携帯いっぱい持ってる。結局、でも、使ってんのは一台というか、前の話は、それは言われたくないとね、X。 <laughs> いやそのこだわりの場合な分 <laughs> ぐらい無駄にやってんのに無駄に持ってる場合は絶対言われたくないと思うけど <laughs> はいそうですねまあでも今のこのなんかスマホでやることがあるって感じなのかな、うん、仕事でやってる場合はそうなんやろうなって感じが、うん。 うんうん、いや、まあちょっと分からんけどな、あれに関してはほんま全くなんなんっていう、あの、台数っていう。いや、まあまあ大ごとやで、やっぱ X っていう名前で携帯あんだけの数を持って隠してるのはもう。はいはい、そうやな、いや、大ごとの雰囲気は,あるよは大ごとやで、それはもう。はいはい。うん、雰囲気は大ごとよめっちゃね。それはもうね、ね、うん、い,いい仕事してるんでしょうねっていうことやね、さぞかし。でかい本当に。 <laughs> ね、そうねしてそうな感じがあるもんね人に言えない仕事なんでしょうねって話よねいやそうですよそうですようん、うん、雰囲気だけですって言わないよね, <laughs> <laughs> ね正直なところを、ねはい、そうねそうね、んうん、いやまあでもそうね X とのつながり<え> <laughs> 青い あの何してるかとかもう全く分かんないですけどちょっとあの一個説で思ってることがあってうん、うん、今回あの遺体が見つかってるじゃないですか、うん、そうで、はい、この遺体がまあなんか何も関係ないってことはないのかなと思ってて、うん、なんいやまあ何も関係ないこともあるかもしらんけどさうん、うん、でえっ、ー、と葵との間違いでしたってこともあるかもしらんけどはい、はい、なんかこう 立花建設がもうめちゃくちゃ悪い感じに振ってるじゃないですか今ってそうですね悪い感じになりそうですよね、うん、もうすごくねこ後、うん、立花建設はあの、うん、なんか思いますよですよねでなんなら、えー、とその立あの地上げというか、まあ、リニアの道のためのその地上げっていうところで関わっている人間を、えー、とまあそうですねおかしくないですよね、はい

むちゃくちゃやな。<laughs> なんデックスやそれ。まあいいでしょう、はい。あの、はい、逃げたいと思うというところがあって、それきっかけに逃げたとして、葵はなんかこう、すべてを、えー、と知ってる可能性もあるなと思ってて、その立花建設がやってることであったりとか。で、なんなら、えー、とじゃこれめちゃくちゃ説ですけど、あの今回の遺体、立花建設が関わってくるものであるならば、 うん、これここにありますぜみたいなことを誘導してるようにも見えるんですよ、うん、あのー、偽装の靴を置いてるじゃないですか、うん、まずあの川にでその上で、えっと、結婚を残した衣類を、うんえっと、あの川に捨ててるわけじゃないですか、うんうん、なんか警察班ちょっと捜査ここしてくれよみたいな感じにも思えるなと思ってて。うんうん だからもしかしたら葵がえっとこの立花建設をえっとの闇を暴くために今やってる行動なのかなっていう風にはちょっと思ったんですよね、うん、なるほどね、うん、じゃあ暗躍してるのは X じゃないやんも,んもうだから青いや葵や暗躍してるのはこの説の場合は、うん、だからあの X じゃないよ全然そうかうん X は小森君だ <laughs> 携帯持ちの預かり男ですよ <laughs> <laughs> え。X、は青いですその場合。本当のね。本当の。うん、確かに表、うん、面だけの X になってまうんじゃあそうなるとねうん、うん、いやまあなんかそうやなだから X がその事情に関わってるのかえっ、ー、とまあ本当にただの仕事にか,か。関わってる関わってるけどって <laughs>。 <laughs> いやそう仕事としてじゃなくて<の>事情ね関わってるよって、うん、いやほんと立花建設に恨みある恨みまあまああるあるよって <laughs> 無理して言ってんだだけどどっちやろうっていうね <laughs>、うん、いやでも、まあね、ある可能性まあうん はいはいまあ、プロとして関わってる可能性と,、うん、えと立場建設への恨みがあって、うん、その青いと目的一致してっていうパターンみたいなこともあるんかなそそうか,そうかこの X も実は恨んでいると、はい、<laughs> そうだから X というのはその本当名ばかりでマジで普通の名前のキャラクターとして出てくることもあるかなという憎き花建設の闇を暴くためにみたいな、うん、<laughs> 立花かもしれんもんね X の名字 <laughs> ほんまやな <laughs> まあでもかもしらんけどな本当にね関係あるというか<あ><は>い立花翔吾はなんだけど3なんかもしれんもんねそうですねそれは別に X かもしれない橘 X は恨みそうやない <laughs> 立ク X ではないやろうけどまあ <laughs> う <ん S 1> 俺に X という名前を付けた父母を恨みそうやな確かに立ク X は <laughs> 出生の段階の恨みかあ <laughs> あ <うん S 1> <うん S 2> そうね そうなるとやっぱ暴きたくもなるよねちょっとね。というまあまあんかそうやいや今のこの動きがで遺体が葵がそういう場所でのことをやってんかその遺体が見つかるっていうのがんかんか狙いがあるんかなっていう気もするというかねそんな感じもあるんすよ。というふう確かに橘家に恨みありそうやぞこれ X。 X さんも、うん。まあここまで協力するということはね、立花案件に裏でやるかもしれないよね。うん。こう立花、立花 X 説あるなこれ。立花 X 説あるな。うん。うん。兄弟の話やかなこれ結構な。道と北斗とと。そうなってくるとあの天音と悟が兄弟の、おが兄弟の可能性あるよね。ほんまや。あ。っていう確かにね。天音。

ほんまやっていうか、いが、ほんまやね、葵が結婚してるから、確かに、あの、兄弟やね。まあ、ほんまやな、5兄弟の話になってくるね。兄弟じゃない。兄弟じゃあない、はちょっと、ほんまやな、夫婦や。いが夫婦として繋ぐから、兄弟、義理の兄弟としてつなぐから。そう、だから。はいはいはい。男性男性だけで言った義理の四兄弟。うん、そうね。えっと、男女で言ったら、三兄弟。そうそう。と、夫婦っていうことやね。うん めっちゃ兄弟の話かもしれんなじゃあこれもしかしたら確かに X が立花やった場合ですけどねそれはもうちょっと泣いてしまいそうやな最終は最終は泣いてしまいそうです兄弟おるやつ俺も兄弟だって言われたそうやなやっぱこうグッとくる涙があるよね言葉でやっぱ類線ってね押されるところあるかなそうやなもう一人もう一人の兄弟やなこれ もう一組もう一組のもう一兄弟か。ああ、ほんまに、もしそうやったらっていうことね。兄弟の話思いき今、適当にニュアンスなこと言ってるんかなと思った。もう一人の兄弟。もう一つの兄弟。のそうですね。 立花兄弟のねねそうです長男はいて次男橘彰吾もそうですねなんか三男やったとしたら年齢的にもいいぐらいなんかなって感じもしますしねうんそうはね、うん、確かにうんうん長男ではないわな X が X 長男はないやろ結構その若さ保ちすぎやろまあ元の役者さんの年齢がねどうしてもそこは<あ>逆になっちゃうもんなうん そうじ X が長男では長男は出てきてたよね、確か。えっと、立花都市建設。アレックスじゃないよ、全然。全然違う、全然違う。あ、そん前やしたそっちの兄弟はそもそもおるからな。そうですね。で、まあまあ、3人目っていう可能性はないこともないし、まあ、隠し子とかも、まあ、血のつながりもしかしたらね、こんなにかくなにね、あの名前を X で隠すのはありえるかもしれないですね。兄弟 X 兄弟や X 兄弟かもしれんよ。X 兄弟の物語かもしれん。そうですね。X 兄弟の物語かも。まあ、楽しみというか、面白いですね。これね。そうですね。まさかの話もありそうやな、これ。X 兄弟の。X 兄弟な。うん。そうですね。ちょっとね、またそんな兄弟にも注目しつつ、やっていきたいですね。 はい、見ていきたいですよ。物語は兄弟の話が、やっぱ一番面白いですからね。一番面白いからね、兄弟ね。うん、そうっすよね。兄弟。一人っ子の話だから、マジで。絶対見いひんからな。絶対見いひんな。うん、そうやな。うん、そこを強調されてもね、絶対見ないね。そうやね。そうでなうん。そう見いひんね。見ないよ。一人っ子を強調してる物語は見ないよ。 そうかな見ないかまあそう見ないよ見ないかな一人っ子強調してしかも一人っ子みたいなうんそう三人家族の保つみたいなやつ見ないけどな見ないかな見ないね一人っ子強調されてもそうかまあまあ多いけどな今のいや多い多い多いねまあだから共感性はもしかしたら高いんやろうけどやっぱ物語といえばまあ 北斗のンから兄弟の話って相場決まってますよやっぱあ,あれ兄弟出てきますかあれ兄弟の話でしょめちゃくちゃうん<ー>ジャギも兄弟やねんからんジャギも兄さんやねんから主人公ジャギ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 ,ジャギあの覆面かぶったやつ覆面というか<ー>鉄仮面かぶったやつあいつも兄弟やで <laughs> ラオウだけちゃうで兄弟誰も知らんねん俺 <laughs> トキはトキ。トキ知ってるやろ。トキ北キの北斗の県のトキ、あの、白髪の髪まっしゅうなんです、ストレスで髪まっしゅうなった兄ちゃん。そんな。知らんそんなおるんかい。知らん。最強の兄ちゃんと、えっと、最強のムキムキの兄ちゃんと、ストレスで髪まっしゅうなった兄ちゃんと、あの、一生鉄面外せへん兄ちゃんとおるから。えー、それトキはトキサブローとかってこといや、トキはトキ。えあの、せ<え>やねん。あの、結構だから名前が。 あれやねんな。あのー、法則性がないねん。<ゃ>ジャギオだジャギオとかじゃないねん。だからジャギローとかでもないねん。ジャギシローとかでもないねん <laughs> だ。だから、だから、ケンシローやからやろ。そう思って言ってことやねん。うん、ジャギサブローとかと思って言ってことやんな、うんうん。そうそ,う,そう,う。違う違う違う。<え>ケンシローだけ。気まぐれ。<laughs> 親父の気まぐれ、あのシローは。あ、そうなんや。そうなん、そうなんす。4じゃない気ぃするけどな、ケンシローの死は。<laughs> だ俺言うてへんやん別に。いやでもお前 4, 4だ言うてん。四の前提の話やねんだから、時差分知ったわけや。したしたした。時差分知ってるから。じゃえっと、その、ローというかさ、別に時、時、時の、ないから数字以外ロウでも,いい、ね、のもうその、テイストが合うかどうかって話や。<laughs> 時のせって何時イスト時わない。時のすけよ。うん。時ね、テイスト合うじゃん、その。

ポッキーもいて、ケンシロウもいてってことか。うん、立花ケンシロウも X は。立花 X。うん。気になるな、兄弟は。気にな兄弟は。うん。兄弟気になるんやから。はい。兄弟ってだけでドラマになるもんね。ね、いや本当にね、マジで。うん。兄弟ってね。そうね。あ。 兄弟が見るからね、兄弟のドラマしたらもう、それだけで。きょいいるやつが見ないとは、それはもう嘘やもんな、自分嘘つてるもんね。そうやね、うん。一人っ子。兄弟いいんだろうって話やもん。そうそう、そうなってくるから。だから、それだけでいいんですよ、兄弟いの話。いや、ほんまやな、兄弟に乾杯や、今日は。は。あ今日はな、うん、やな、乾杯よ。久しぶりに電話。 電話しワ<あ> <laughs> ンコールしてみようか久しぶり兄弟に受けろよかかってきなおしてきたらそれは。<laughs> 久々に話してみろ俺もちょっと<ん>俺よう受けるけどちちちょ電話してみるよた <laughs> <laughs> おライオンの隠れ家で <laughs> <laughs> し、見てなで <laughs> 人と話してたわさ 兄弟なんじゃないかって話になってさお前のこと思い出したよ <laughs> <laughs> 弟まあまあ久々にいいんじゃないおっさん同士でまあそうだね<そ>う確かにね話してみんのもうんそうね兄ちゃんってなるもんねそれは <laughs> アホやなお前の弟 <laughs> <laughs> お前の弟めっ,めっちゃアホやなん <laughs> でも兄ちゃんってなるやんそれで兄ちゃんってなるんやったら <laughs> 見て, <laughs> 見ててさ <laughs> ミステリーなんだけどさもしかしたらこれミステリーのあの部分兄弟なんじゃないかって思って <laughs> お,前思いお前のこと思い出したんだよね <laughs> 兄ちゃん兄ちゃんが思い出したの兄ちゃん <laughs> <laughs> 確認が多いなとい弟 <laughs> 兄ちゃんが思い出したってことだよね <laughs> 兄ちゃん <laughs> 不安が強い弟やな確認が多くて <laughs> まだ兄ちゃんじゃないと思ってんのかもしかして <laughs> まあでもそうやね,ね,ねかわいいね可愛いよ可愛いちょっと電話してみようよちょっとまた聞かせてよその話来週 <laughs> このライオンの隠れ家で <laughs> <laughs> そのええー、けどさ別にまあそうですねいやでもほんまにこれ兄弟やった赤にはじゃあ電話してほんとにいやいいんですけど兄弟やった赤にはね、はい、まあまあそうだね、はいうん、まあでも三兄弟やからな、ね、<laughs> お前が電話した方がいいそせかで俺に振りかかるね <laughs> これ振りかかるやろうけど <laughs> まあ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 っていう意味では3兄弟でまあ俺が一番たいが X の立場になるからなバッチリというかねんか仕事ないスマホいっぱい使えるような仕事ないってなんで俺 X になりきらないかまあいろいろあるからね兄弟はねそうですねはい男同士ならではのねはいはいありますからそうですねはいそこはねまあ はい。という。まあ来週何か分かればいいですけど。そうですね。分かればいいですね。はい。はい。<laughs> 楽しみにまた見ていきましょう。はい。見ていきましょう。はい。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。